サム、ダイハードマンだ。手錠端末の使い方は聞いたな。焼却所の場所は手錠端末で見てくれ。遺体焼却所までの道のりは非常に険しい。この画面で地図を動かしたり傾けたりして地形をよく観察するんだ。目的地までのルートをイメージしてくれ。今回はこちらが推奨するルートも提示させてもらった。どう行くかは君次第だが、よかったら参考にしてくれ。サム、改めて言うまでもないが、遺体がネクローシス限界時間を超えると BT になる。リミットは心停止してから48時間だ。それまでに焼却しなければならない。ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。
この国が分断し、人々が離れ離れになってからも、再びこの国が一つになることを諦めなかった。アメリカ再建を願う人たちも、彼女を信じたからこそ希望を捨てる。信じている。アメリカはまだ生きている。ブリジットの魂と共に。やるしかない。I'm a long way from home.
ありがとう。
やけに遠いな。もうすぐだ。
焼却してくれ。これは BB28 死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに？廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポッドから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。
ズ ID を確認します。 ID 認証キャピタルノットシティへようこそ。配送センターへ進んでください。サム、まずは配送センターへ戻れ。位置はコンパスが示している。ここまで持ったのが奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だが、やはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。サム、大丈夫か？ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと？大統領はもういない。怒ってるのか？ BB の焼却を頼んだから。甘く見るな、お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。
ンバーしか使えないプライベートルームを用意した。シャワーを浴びてカイラル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。ここにはプライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにはシャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。アメリカも、その再建計画も、まだ生きている。冗談はよせ。さあ、我々の新しい希望、新しいアメリカだ。アメリ、母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。あなたはいい年の取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そしてこのアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。アメリはブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。私たちの都市連合に加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど身柄は拘束されていない。
だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使ってエッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは？彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。人を殺しボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ、あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。まさかあの自殺者も奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連合を作らなければ人類は滅びてしまう。私はブリジットのメッセージを運び、都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。繋がらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のように。アメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。繋がりは義務を要求し、個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だ。だろ、テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわサム、それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよ。サム、北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと運営コードの全てが入っている。キューピッドと必要なものを届け、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意志を継ぎ、私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意志であり、未来を作ることになる。サム、お願い、あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。もう誰ともつながるつもりはない。待って、ほら、俺たちはつながってない、昔も今も。サム、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 待て。いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム、そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。ドゥームスと BB の相性がいいのは珍しいことだ。どうやらサム、こいつとだけはつながっているらしいな。
サム。サム、あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには三つの意味がある。一つ目は絆のこと、そして二つ目は座礁という意味、最後の一つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。だけどあなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。待ってくれ。サム、おはようございます。サム、ダイハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。